こんにちは、相葉建設の広報の吉川です。本日は建築家の島田設計室の島田隆さんのご自宅に伺っております。島田さんご本人に本日はご案内をしていただきたいと思いますので、島田さん今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それではまずはじめに、はい、お家の簡単なご説明をしていただいてもよろしいでしょうか。わかりました、はい、島田設計室の島田です。よろしくお願いします。そうですね、このうちの説明をはじめに簡単にしたいと思いますけども、2008年に相葉建設さんに作ってもらいました。私の一つ目の設計した、住宅なんですけれども、今年でだから15年目ですねになります。ここ仕事場なんですけども、緑越しに仕事場が見えるようなね、通りからなんかそんなお家になればいいかなっていうので、そういうことも考えてました。建物の作りなんですけれども、ちょっと特徴的なのが混構造っていう作り方なんですけども、地下と1階がコンクリート造ですね。で、2階の黒い部分が、木にですね塗装してるんですけど、木造っていうことで、コンクリートの上に木造が乗ってるようなそんなお家になってます。家族構成は大学生になる息子が2人いて、妻と4人家族ですね。まあ本当にここでずっと子育てをねしたお家というところですね。離れてみると本当にこう緑が美しい時期になってるんですけども、はいはい、大きな木が何本か植わってるんですけど、こちら何の木が、はい、そうですね、はい、一番こう画面見て左側から、これがね桂の木ですね、はい、でエゴの木で時山万作っていう形で配置してます、はい、で、この桂の木は数の木ハウスっていうこのうちの、ね、名前の由来にして、まあ、シンボルツリーなんですけれども、桂の葉っぱが紅葉してくるといい香りをねがしてくるんですね。で、なんか昔それを香料に使ってたっていうこともあって、香りが出るというふうに書いて数っていうふうに呼ばれてたそうです。で、桂ハウスっていうのも何なので、はい、数の木ハウスっていうね、まあ、数の木っていう木はない、そういう名称はないんですけども、はい、つけました。ちなみにお隣の木はどんな、これはね、エゴの木ですね。少し前まで白い花が咲いてたんですけれども、はい、2階に LDK がメインの部屋があるので、そこの部屋まで緑がしっかりとね見えるようなね大きくなる木をと思って植えました。なるほど、はい、こちらが、常盤万作って言いますけども、まあ常緑なんですね。常盤っていうぐらいなので、四季を通して緑の葉はついてるんですけれども、春になると白い花で春が来たなっていうのをね知らせてくれるような、我が家にとってはそんな木ですね。下草の方もすごく素敵な、まあ、お花や植物が埋められてるんですけれども、はいはい、こちらはどなたかが剪定をされていらっしゃるんでしょうか。これはですね、もうほぼ妻がやってまして、はい、園芸屋さんに行ってこう好きな花を買ってきたりして植えてます。通りがかりの人が花をしげしげと見ていったりだとか2、3人連れの方だとなんかお話ししながらこの花を見てたりするので、はい、草花ってコミュニケーションのきっかけにもなるんじゃないかなっていうふうに感じてます。いいですね、なんかそんな会話のきっかけになる。そうですね、お庭ということで、はい、ちなみに奥の方にも通路があるんですけれども、はいはい、こちらはどんなスペースに、じゃあこちらも行ってみましょうか、はい、方角で言うと南側がこちら側なんですけども、我が家はですね1階に事務所があるので、仕事場があるので地下に個室寝室を設けてます。で、まあ、普通の地下だとね暗くなるので、子供部屋がこう南にあるんですけども、ちょっとこう掘り込んで、緑を植えてあげて、それなりの大きさの、ね、窓がつけられるようにっていうことで、こういう形にしています。それではこちらが、玄関の横に駐車場がありますが、はい、こちらはどのような形で使われてますか。そうですね、はい、まあ、この敷地自体が綺麗な長方形じゃなくて、ちょっとこう台形みたいな形をしてるんですけども、姫シャラの木をね植えてますけども、一本木を植えてそこを中心にこう2台に、ね、入るような形で計画しています。なるほど、コンパクトなスペースですけどしっかりと収まってるっていうのが、はい、そこが、はい、そうです。 いいですね。ちなみにこの上にも天井が出っ張ってます、ね、そうですね、普段は、車は1台の時はここ自転車置き場にしてるんですけれども、はい、ちょうどひさし空間みたいになって、濡れない空間ができますので、そこを自転車止めたりだとか、はい、あとはここずっとこう通路になってますけれども、ここも濡れずに玄関まで
行けるようにっていうことで待って、その根構造にして2階大きく取ってるというような構造にしてます。ここからもうずっと濡れずにあっちまで行けます。玄関にも行けますしっていう形で、はい、こちら階段がすごいですね。すごいんですよこれ。あのちょっとこれね、自分にとってもいい、ね、初めの設計だったのでだいぶ力入れてやったっていうか、あの監督さんも困ってましたけど、要はここコンクリートの壁からもうこう突き出してる、はい、もう飛び出してるんですね、こういうふうに。でこうもう隙間全部空いてて、これあの図面を描くのは簡単なんですが作るのは非常に大変で、はい、いろいろ苦労して型枠を組んで鉄筋入れて頑張って作ってもらいましたけども、まあ15年経っても壊れていないので良かったなというふうに思ってます。はい、ね、すごいかっこいいですね、こうシュッシュッと出てて。そうなんですね、ここちょっとね、はい、テーパーつけて薄く見せたりだとか、はい、まあ下のね風通しも良くなるかなっていうのもあって、はい、こういうようなデザインにしてます。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっと登ってみてもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。それでは早速家の中の方へ入っていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こちらにもそうですね、ちょっとポーチ中入って、はい、あの屋根がかりがありますけども、これはね本当にもう IKEA で買ってきた物置なんですが、外物置っていう形で、あの傘が置いてあったり掃除道具だとか庭のこう土とかそういうようなものがねこう収納してあります。屋根があるところにこういう外物置があると便利ですね。便利ですね。はい、はい、そう思います。はい、はい、じゃあこちらどうぞ。はい、はい、失礼いたします。はい、あ、すごい玄関も広くて、はい、あ、両方にこう行けるようになってるんですね。そうですね。こちらが仕事場、事務所になってます。はい。はい、じゃあ、はい、もう入っていきますか。はい。はい、お邪魔したいと思います。はい、こちらが島田さんのお仕事場ということで、相葉建設もよくあの建築家さんとのお仕事をさせていただくことが多いんですけれども、島田さんとは特にたくさんあのお仕事をさせていただいております。今日はその島田さんの仕事場に潜入ということで、はい、あのぜひいろいろなお話であったりとか、あの普段どのようにお仕事をしているのかというところをお伺いできたと思いますので、はい、はい、ぜひ島田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、そうですよね、このお家15年前に作っていただいてからあの数えてみると、まあ、リフォームも含めてなんですけども、うん、もうすぐ30件に届こうかっていうぐらい一緒に、ね、お仕事させていただいてるんですけども、まあ、このお家がまあ原点っていうことですね。まあ、普段ここで仕事をしてますけども、はい、初めに、ね、仕事場、どういう仕事場がいいかなっていうふうに考えた時に、本当に住宅地にね、設計事務所構えて、自宅兼設計事務所っていう形で構えてますので、あえて1階に事務所を持ってきて、で、まあ、向こう側が、まあ、方角で言うと東側で通りになるんですけども、その通り側に向けて、まあ、大きめのね窓を作るような形にしてます。そうすることでですね、こうなんか普段ここで仕事をしてたりだとか座って、で、まあ、ここで打ち合わせすることもあるんですけども、通りから見た人が、まあ、樹木越しなんですけども、あ、何かおじさんが仕事してるなっていうね、なんとなく雰囲気がね伝わるようなっていうことで、そういう計画にしました。で、あとはね、やっぱりそのコンクリートが好きなんですけれども、やっぱりこの表情ね、質感の表情がすごく好きで、窓をこう壁に寄せてあげて、結構こういう風合いですよね、こうちょっとこう力強い風合いなんかが、この変化があの綺麗に見えるようにっていうことで、窓が2箇所あるんですけども、両方こう壁につけるような窓にして、そういう光をね楽しんでます。この窓、木製のね窓なんですけれども、これ開けると引き込めるようになってて、はい、全開します。で、まあ、無造作にですね、通りに対して窓を開けてしまうと、もうカーテン閉めっぱなしっていう感じになるんですけども、樹木をねしっかり植えてあげて、でその樹木越しに見えることで、なんか通りから見た時も、何でしょうかね、ここは中間領域、外のような中のような空間ってよくね言いますけれども、ちょっとこういう重層的に植栽が入ることで、お互いこう見えすぎにならなくてね、いい関係ができるかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、借景があれば一番いいんですけど、ないときは自分で緑を植えて景観を作り出すっていうのも大事かなっていうふうに考えてます。
今お話を伺わせていただきまして、はい、はい、ありがとうございます、はい、1階のお仕事場ということで、この大きな開口部からその町とのつながりであったり、この緑を取り込んでお仕事をされているということで、すごく素敵な仕事場だなということが潜入をさせていただきまして、座ってみた感じは、あ、座ってみた感じそうですね、もう本当にこのもう四角く切り取られたところを、こう緑がトンネルのように覆われているところがすごく素敵で、まるで森の中にいるような、そんな中でお仕事ができるっていうのは本当に羨ましいなと思いました、はい、前はアパートに住んでいたんですけども、はい、この家を建てて暮らすようになってから、ね、おっしゃっていただいたように夏はこういうトンネルみたいな感じになるんですけども、はい、冬になるとやっぱり葉っぱが全部落ちて、はい、もうすごくこう景色が変わるんですね、うん、常にこう、ね、四季で変化を感じられて、うん、気分転換にもなると思います、うん、はい、事務所の中の家具もこういった今私が座っているようなこのアンティークの家具も、はいはい、使われているんですけども、はい、こちらはどういった形で使われているんですか？あ、そうです、なんかね、雑貨の古道具屋さんみたいなところでこういろいろ買い集めたんですけども、はい、特になんか1階の、コンクリート打ち放しの壁にアンティークの家具がね、はい、合うかなと思って、今座っていただいているのは、はい、中国のアンティークの椅子なんだそうですね、白雑貨屋さんで見つけてきて購入しました、すごい可愛らしい三本足あとこのデスクはちょっとね、正確な素性はわからないんですけど、日本のアンティーク屋さんですよね、はい、で購入したものなんですけども、はい、はい、すごい味があって素敵ですね、はい、ちなみに奥の方にもその机やカウンターがありますけれども、そうですね、はい、あちらも普段使われていらっしゃるんですか？はい、手伝いの、ね、人が来てくれた時の作業スペースにしたりだとか、はい、ちょうどコロナ禍の時なんかはね、はい、子どもたちもウェブでのなんていうんですかね、授業があったりしたので、はい、そういう時にも活用してました。なるほど、はい、いいですね、お子さんたちもこういった仕事場があるということで、ここで作業であったり勉強もできるっていうのは、そうですね、はい、はい、すごく家の中にそういったスペースがあるっていうのはもうこのお家ならではの、はい、空間になっているのかなと感じました、はいはい、今地下室の部屋にやってきました、はい、こちらはどのような形で使われているお部屋なんでしょうか？はい、ですね、はい、ここは子供部屋なんですけども、うん、2人子供がいるんですが、はい、12畳の大きさで6畳6畳で、2人の部屋になってます、はい、で地下自体はですね、我々の寝室とクローゼットがあって、子供の部屋なので、まあ、プライベートなスペースとして地下を使ってる形ですね、はい、はい、なるほど、お二人とも今こちらで過ごされてるということで、はい、そうですね、大きくなったら壁を作ってあげるからねと言いながら、はい、成長したらもう別に男二人なので壁は特にいらない、でもカーテンだけでいいよっていうので、眩しい時だけこのカーテンを閉めるので今のところはそれでしのいでますけれども、はい、もう二人とも大学生になりましたので、はい、今後ちょっとね、どうするかなっていうところです。はい、すごいですね、いろんな仕切り方があるんですね、壁じゃなくてもこういうカーテンで仕切るっていうやり方も、ね、はい、はい、地下なんですけども、あまり暗くならないようにっていうことで、庭をね、こう斜めに掘り下げた庭を作って、まあ、サンクンガーデンって呼んでますけども、こういうサイズの窓がね、作れています。であとやっぱり地下なのでね、防犯性がちょっと心配だなっていうのもあって、夏場の夜なんかもね、このままでちょっとこう換気してると心配なので、木製のですね、こういうルーバーのついた、風は通すけれども光は通さないような扉を閉めて、まあ、こう2箇所鍵が閉めることができるんですけども、こういうようなものをつけています。ご紹介いただきありがとうございます、はいはい、ちなみに地下室っていう割とこうちょっと特殊な、はい、部屋になるかと思うんですけれども、はい、地下室にしてみていかがでしたか？そうですね、うちの場合は、はい、35坪広さの土地の中で事務所をね、それなりの面積取らないといけなかったので、うん、面積を確保するっていう意味で、まあ、地下室を作りました、はい、で、良かった点としては、夏場7月末ぐらいまではね、結構やっぱり涼しくて、はい、周り土に囲まれてるっていうこともあって、うん、エアコンもつけずに快適に過ごせますね、うんうん、であとやっぱりちょっとこう守られてる感っていうか、こもった感があって、はい、そういう意味での、安心感っていうか、落ち着き感みたいなものがあります、うん、はい、で、まあ、逆に課題っていうか、はい、もう結構あって、子供の部屋は
割と窓が大きいので湿気はまあそれほどでもないんですけども、はい、今日はお見せできない我々の寝室は、はい、こんな大きな窓がないのでやっぱり湿気が多くてですね、除湿機は梅雨時なんかはもうずっと回したりはしています、うん、なるほど、はい、で、あとはやっぱりその水漏れ対策みたいなものもあって、どうしてもその土をたくさん掘って防水もしっかりして、うん、っていうことになってくるとコストがねかなりかかりますね、はいはい、しっかりした防音室が欲しいとか、うちみたいに面積が足りないっていうんであれば選択肢の一つにはなるとは思うんですけれども、うん、将来ゆくゆくはですね建て替えるっていうふうになった時も結構コンクリートのこう廃棄物になったりだとか、長いスパンで考えていった時を考えても積極的にお勧めはしてないっていうのが現状ですなるほど、はい、ありがとうございます、はい、実体験からのお話ということで、はい、すごくリアリティがありました、はい、島田さんのお家には太いダクトが入っているんですけれども、はい、こちらはよく相葉建設でも採用している OM ソーラーというシステムでして、太陽の熱を床下から送り込んで部屋全体を温めるという暖房の装置になっております。こちら実際に使ってみていかがでしょうか。そうですね、うちの場合ちょっと特殊で、コンクリート像、地下と1階がコンクリート像なので各層にですね暖気が行くような形になるんですね。だから一部屋一部屋の実感としてはやっぱり全体に分散されるので実感は少し低めかもしれないんですけども、地下のこの床下部分だとか湿気やすいと思うんですけども、うん、そういうところも含めて換気ができている状態になるというところでは、まあ、このコンクリート像で地下室作ったっていう中では、うん、OM ソーラーのね換気システムとしての部分が効いてるんじゃないかなというふうには感じてます。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、なかなか地下のある空間やお家っていうのはそんなに多いものではないんですけれども、島田さんのお家の場合はこの緑が見えるように工夫されていたりだとか、木の建具の工夫であったりだとか、あとまあ OM ソーラーがあることで地下特有のジメジメな湿気ってしまうような環境を改善できるということでお使いいただいているということでした。私も今この空間にいまして心地のいい空間だというふうに感じております。それでは次の空間を見ていきたいと思います。それでは玄関入ってすぐの目の前の場所にこういった階段があるんですけれども、はい、こちら、はい、スリットが入っていてとてもかっこいい階段なんですけれども、はい、こちらはどういった形でデザインされたんでしょうか。そうですね、まあ、1階はコンクリート像なのでもうそのコンクリートの壁の間にこう板をこうスーッと通して、はい、まあ、こう視線も抜けるし、まあ光とか風も抜けるしっていうことで、まあ、軽い感じの、ね、階段にしたいっていうふうに考えました。上のですね屋根のところにトップライトが設けてあります、はい、で、まあ、時間帯によってねいろんな光が入ってくるんですけれども、自然光もそのトップライトから取り込んで、壁を照らすような形にしています。結構ね時間帯によって、光の強さだとか模様だとかですね変化が楽しめるような階段になってます。で階段って、何気なく皆さん、ね、生活の中で通っていくんですけども、1階とか2階にこう移動していく中で結構こう気分がスイッチするっていうか、一人きりに一瞬だけどなったりして、意外と特別な場所っていうか階段はねだと思ってます。なのでそうい こう光で演出したりだとか、少しね飾り棚みたいなね飾れるようなスペースを作ってあげたりとか、なんかそういう工夫をすることで階段がちょっとこうね少し特別な場所になってくるかなっていうふうにも思ってます。我が家数の木ハウスはいわゆる2階 LDK っていうプランで、2階に家族の、ね、部屋を持ってきてます。2階にそういう部屋を持ってきた時のこうメリットとしてはですね、屋根の形状に天井をこう斜めに上げることができて、大きな空間をね作ることができます、うん、まあ、ここでのびのびと家族と過ごすっていうのを思い描いたイメージでした。で、まあ、このうちの主役ともいえるですね、ここが南側と東側のコーナーなんですけども、そこに引き分けられる建具を作って、コーナーをねこう大胆に開けるような形にしてます。で、まあ、これは吉村純三さんの有名な軽井沢の別荘がありますけれども、まあ、あれに憧れてコンクリート像の上に木造を乗せるような構造にしたりだとか、このコーナーがちょうど開くようなね設計に吉村さんの別荘もなってて、ぜひそれをね自宅でもやりたいっていうことで作りました。すごいですね。これ窓を全部開けるともう本当にこの外のデッキとこう一つながりになっているような、そうなんですね、とても広々とした
空間になってますね。はい、はい、でまあ、ここはもうバッと大胆に開けて緑を取り込むんですけども、はい、設計のメリハリっていうか、はい、開けるとこは開けてこっちの方はこうグッと閉じてるんですけれども、なんかそういうこうメリハリをつけたようなね、はい、計画にしてます。あ、なるほど、はい、すごいですね。こちらの植栽が下から生えてきてる植物になるんですかね。あ、そうですね、はいはい、あのこの手すりっていうか柵のところに生えているのが木工バラなんですけども、はいはい、本当にもうこんなねちっちゃな苗を買ってきて、はい、まあネットだけ張って誘引はしたんですけれども、うん、3、4年目ぐらいから2階までこう上がって茂ってるような形で、はい、すごいですね。あとこちらのちょっと奥に見えるのが大きい木が、そうですね、これがあのシンボリツリーのカツラですね、はい、で、まあ大きく開けてこう空の眺めも取り入れたりだとか、電線なんかもねちょっと見えてきたりもするので、はい、緑を入れてあげることで自然の変化を取り込むというようなね、なんかそんな設計にしています、うん、なるほど、はい、普段はこちらでどういった使い方をされていらっしゃるんですか。あ、ここはねあの天気のいい日なんかはちゃぶ台を置いて、はい、座布団を引いてこれみんなで食事をしたりとかですね、そういう使い方をしてますね。いいですね、はい、もうなんかね本当に外にいるような気分になるので、はい、確かにもう本当に外のデッキで何ご飯を食べているようなそんな雰囲気を味わえますね。そうですね、はい、実際今開口部の窓が全部こんな形で開け放たれてるんですけども、はい、こちら閉めるとどういう感じになるんでしょうか。はい、じゃあちょっと実践してみましょう。はい、はい、こっちは、ね、1枚の大きなガラスなんですね、はい、で、はい、こっちは2枚仕立てになってるんですけれども、はい、戸袋の中に隠してあるんですが、はい、全部引き込めるようになってるのがいいですね。スキルと2枚ですね、はい、でこの中にあのさらに網戸も入っているので、あの夏場で蚊がいる季節なんかはね、はい、網戸も閉めることで換気もできます。あ、なるほど、はい、こういう形です。あ、へえ、すごいですね。あの開け放ったままでも気持ちいいですし、こうやって閉めてもとても大きなあのガラスのサッシになっているので、はい、そうですね、はい、あんまりこう窓感を感じることなく景色を楽しめるのがすごく素敵だと思います、はいはい、冬はね、はい、結構ここで昼寝するのが気持ちいい。日向ぼっこすごく気持ちいい。これは気持ちよさそうですね、はい、日がたっぷり入ってきます。へえ、素敵ですね。ちなみにこちらにあるのが、OM ソーラー。そうです、 OM ソーラーの、はい、太陽の熱を屋根で収熱したものを床下から暖かい空気を上げるような仕組みになっているものですね、はい、こちらの開口部の隣のスペースなんですけども、こちらはどのようなスペースなんでしょうか、はいはい、そうですね、ここはまあ本当にだらっとくつろぐためのスペースなんですけれども、はいはい、こちらが開放的なんですけども、うん、こっちはしっかりとですね壁に囲まれた空間にしています。はい、ちょっと座ってみますけれども、あまあ、こういう囲まれた空間からちょっと薄暗い空間から明るいこう開放的な空間を見ると居心地がいいかなということでこういう形にしてます。はい、で今私が座っているこのソファーはですね、ほぼ正方形ソファーっていうふうに呼んでるんですけれども、もともとはあのこうパーツ2つに分かれてるんですが、 L 字型にこう組めるようなそういうようなソファーだったんですね。でそれをあのピアノを置くっていうことで組み替えてみたら、たまたまこういう正方形の形になって、こういう形に組み替えてからの方が子どもとかがですねすごくよく使うようになって、この形が定着したっていうように。なるほど、はい、すごいゆったりしてもうベッドみたいですね。そうですね、はい、結構しっかり足が伸ばせて、はい、長時間座ってても疲れなかったりだとか、はい、私ぐらいの身長があっても斜めだと昼寝ができたりだとかっていうので、あのすごくいい場所になってます。はい、はい、いいですね。そこからちょうど、お庭の景色も見えますし、はい、お洗濯物も見えないようになってるんですね。そうですね、前面がもし窓だとしたら、はい、こう常に洗濯物が見えてしまうんですけども、はい、あのこの壁を取ってあるところで、この壁の向こう側が洗濯干し場になっているので、なるほど、眺めはキープしながら洗濯物が干せるというような形になっています、はい、いい場所ですね、はい、はい、ありがとうございます。ちなみにこちらにあるのが、はいはい、これがねペレットストーブ、はい、ストーブですね、うん、薪ストーブとはまた違ってでですね、はい、こういうペレットっていう木のすごいくずを固めたものですね、はい、これが燃料になって、まあ、実際炎が出るんですけども温まることができるようなストーブです。なるほど、
じゃあ冬はこちらのペレットストーブを使って部屋全体を温めているというような。そうですね。はい。はい、これぐらいの空間だったら十分温まるので。はい、いいですね。火が見える生活っていうのはすごく温かみがあって、はい、おすすめです。はい、ペレットストーブと薪ストーブの違いはどのような、はい、違いはですね、ペレットストーブはまあ電気が基本必要で、はい、ファンがついているのでそれでこう排気をしてるんですね、うん、なので、煙突が小さくて済みます。はい、薪ストーブの場合は大きな煙突を作って上下の温度差で、はい、上昇気流で排気していくので、はい、そこは結構大きな違いだと思うんですね。なるほど。はい、じゃあ外観からも割とすっきりペレットストーブの方が外観もすっきり見える、そうですね、大きな煙突がこうドーンと出てくるっていうことはないですね。あ、なるほど。はい、はい、ソファーの隣にこのロールスクリーンがあるんですけれども、はい、こちらはどのような形になってるんでしょうか。ここはですね、ちょっと掃除機を入れたりだとかっていう、はい、収納スペースですね。収納なんですね。ちょうどね、この上の今壁になっているところが、はい、OM ソーラー の、あのハンドリングボックスっていう大きな機械が入っていて、はい、はい、でその下の空間を利用してここにもパイプが来てるんですけれども、はい、空いた隙間のところにいろいろ収納スペースとして使ってるっていう形ですね。なるほど。空きスペースを有効活用されてる、ね、そうですね。はい、はい、ちなみにこの隣にもこの登れる、あ、はいはいはい、はしごのような階段があるんですけど、これはのロフトがあるので、はい、ロフトスペースへの動線になってます。はい、ロフト空間の方はまた後でご紹介をしていきたいと思います。こちらダイニングスペースになりますけれども、はい、こちらもすごく素敵ですね。あの右側には窓の景色からあの緑が見られますし、はい、今島田さんが座ってらっしゃるところからはお庭の景色が、はい、見られるというところで、すごく居心地のいいダイニングスペースになってるかと思います。はい、こちらのテーブルもすごく素敵ですけれども、あ、そうですね、これもなんかね、インドネシアの、はい、アンティークなのか古材を使った、うん、古い材料を使ったのか、はい、購入した当初から割とこういうこう味のあるような本気のダイニングテーブルだったんですけども、はい、これを扱っていますね。はい、まあ、食事したりだとか、あと、うん、やっぱりお客さんと打ち合わせをする時も、はい、大体この部屋で生活空間を見て感じてもらいながら打ち合わせをするので、はい、ここで打ち合わせをしてます。はい、そうですね。はい、いいですね。なんかすごい自然な形で打ち合わせができるので、こう事務所感っていうのも全然なく、はい、本当にお家で打ち合わせをしてる感が、そうなんです。はい、ちなみにこちらの照明も素敵ですね。あ、はい、これは、ね、大谷よし子さんっていうガラス作家の方の照明器具になりますね。内側に模様が彫り込まれていて、あの、はい、お花の模様だったり、すごく素敵な照明ですね。それではぜひ奥のキッチンの方も見ていきたいと思いますけれども、その前にキッチンの手前にこう階段があって、その横にこんな素敵な展示スペースがありますね。はい、そうですね。はい、ここが階段なんですけども、はい、階段のこう、まあ、上のスペースっていうんですかね、はい、利用して写真を飾ったりだとか、はい、文庫本が入ってますけども、ちょっとした、ね、本棚にしたりしてます。いいですね。お写真と下の方もぴったり色も統一感がある形で飾られていて素敵ですね。はい、ちなみにキッチンの方にも見ていきたいと思います。はいはい、キッチンの中の方になるんですけれども、島田さんご自身もお料理をされるということで、はい、そうですね、はい、普段どのように使われているのかということと、設計時にどういうイメージで作られたのかというところをお話しいただけますか。はい、わかりました。はい、大きなところからでいくと、まあ、こう対面のキッチンになっています。はい、で、まあ、シンクがあって、カウンターで、ここ下は収納になってますけども、はい、テーブルの方、窓越しにこう外が見えるようなね、なんかそういうキッチンになってます。こちら側がコンクリートで跳ね出した部分で、勝手口として使えるようにね、瓶だとか缶だとかのゴミだとかも出せるような形になっていて、まあ、こういう動線があることで割とここもすごく便利に使えてます。キッチンの設計はですね、基本はまあちょっと大らかに使えるのがいいかなと思ってまして、上はこう扉がついてるんですけれども、普段よく使うような調味料だとか、こういうバットみたいなものがあったりしますけども、ここはもう扉をつけずにガンガンこう出し入れできるような形で、フライパンとか鍋のところもそうですね、もうオープンにしてガーッとこうすぐ出してはしまってっていうようなね、割とこう大らかな作業ができるゆたりのあるキッチンがいいなと思って、設計しました。我が家の場合は結構引き出しに、はい、を使ってこういうお皿類入れてるので、うん、まあ、奥のものが取り出しやすかったりっていうことで、引き出しに食器
をしまうっていうのはこう便利かなっていうふうには思ってます。なるほど、いいですね。よくあるあの高いところから取り出すと結構大変だったりするんですけど、はい、この目線の高さで取り出せるのはすごく便利ですね。ちなみにこちらにあるのが食洗機ですかね。はい、食洗機で、はい、初めはもう食洗機ってよく入れても使わなくなるとかっていう話も聞いたんですけども、はい、我が家はもうフルに使ってて、やっぱ食洗機のいいところはまあ楽だっていうのもあるんですけども、はい、洗い上げのものが溜まった時にこうガンガン入れられるんで、はい、ここが比較的片付けやすいっていうところです。なるほど。で、まあ、プラスしてちょっとね、我が家あの漆の器とかをよく使ってるので、はい、こういう洗いかごも置いてて、まあ、ダブルでこう使ってるんですけれども、あのそういう使い方をしています。はい。ちなみに漆の器というのはどのようなものを使われているんですか？漆はですね、はい、この引き出しがもう漆がたくさん入っていてすごい、いろいろありますね、はい、なんかあの妻の知り合いが、はい、あの漆をの、ね、こうギャラリーで勤めてて、はい、でいろいろとこう教えていただいて、もう十何年かけてですね、少しずつ買い溜めていったんですけども、すごく漆の器ってとってもこうやって見ると素敵ですね、はいはい、ちなみにあの好きな作家さんがいらっしゃるんですか？そうですね、福田さんっていう作家さんが、はい、あの和島にいらっしゃって、はい、妻の知り合いのギャラリーの人を通じて紹介してもらったんですけども、はい、実際にね、和島まで会いに行ったんですよ。で、作ってる工程だとかその漆の器の思いっていうのを聞いて、はい、ますますファンになったんですけれども、はい、そんな体験もしました。すごい素敵なエピソードですね。作家さんの顔が見えるということで、もうより長く愛着を持って使えるということで、すごく素敵な、はい、はい、器と素材感になってますね、はい、なんか本当にあの木のこういう素材もそうですけど、使っていく中でこう愛着であったり味が生まれるというところがすごく素敵だなというふうに感じました、はい、それではこちらのキッチンスペースの反対側にこもり感のあるスペースがあるんですけれども、はい、こちらはどのように使ってらっしゃいますか？あ、そうですね、まあ、当初スタディースペースっていうかね、こう子どもの勉強スペースとして計画はしてたんですけども、はい、なんかねそういう使い方もあるんですが、キッチンの横でちょっとこう奥まったスペースっていうことで、あの少し洗濯物干したりだとか、はい、こう日常使うようなものをこうギュッとここにしまい込んだりですね、はい、まあ、あとは子どもが小さかった時はランドセル置いたり教科書置いたりして、ちょっとその準備の手伝いが親ができたりっていうので、はい、そういうね多様な使い方ができたのと、はい、やっぱりそのメインのスペースを片付けるためにはこういう荷物をこうギュッギュッと放り込めるようなね、はい、スペースが近くにあるっていうのは結構便利だったなっていうふうに感じてます。大事ですよね、そういうスペースは、はい、キッチンと近いことでこういいことというか、まあ、子どもたちの様子をすぐ見られたりだったりとか、そういったこともあるんですね。そうですね、はい、あのここでまあ子どもが勉強しててもこう、はい、すぐ横で見られるっていうのはとっても良かったと思ってます。はい、ありがとうございます。ちなみにこちら その天井の上の部分になりますけども、はい、ここがいわゆるこうロフトのスペースですね、はいはい、でまあ、天井高低く抑えることで、はい、あの面積が免除されるんですけれども、今漫画部屋になってますけれども、はい、子供が小さい時にインフルエンザにかかるとここを隔離部屋として使っててでご飯作るでしょ、はい、でここでこう出すと、あ、便利。まあいろいろ様子も確認しながら子供も寂しくないしっていうので、はい、重宝しました。あ、なるほど、そういった、はい、あの予想しなかった使い方もできるということで、はい、はい、実際にあの上の方も見ていてもよろしいでしょうか？あ、はい、どうぞ。はい、ではロフトに上がってきました。ちょっとですね、今ゴーって音がするかと思うんですけれども、ちょっと今雨が降ってきてしまいまして、あのそういう音がします。4畳ほどのスペースで、あの天井高もこう低くてこもり感があって、でこちらに天窓があるのですごく明るく過ごせる場所になっているので、もう特にお子さんなんかは、まあ、こちらに漫画もあるんですけれども、とても秘密基地のようなスペースで楽しめるんじゃないかなと思います。で実際にここから下を向きますと、2階リビングのもう空間が全部ここから見えるようになっていて、この下で何か料理を作っていたり作業しているあのご両親のお顔も見えたり、そちらに座ってらっしゃる方のお顔も見えたりするので、とてもその距離感が程よい形がとても素敵だなというふうに感じます。子供が小さい時は本当に友達を連れてきては、ね、ここで遊んでたりっていうので、うん、はい、で私もあの登ってみてね、すごく感じたんですけども、はい、結構視線の高さが変わるってワクワクするっていうか、しますね、あの楽しいんですよね。うん、で引っ越してきた当時なんかは秋だったんですけども、はい、
高い位置なのであったかい空気が上に溜まってですね、あの家族4人でそこに布団を敷いて寝てたんですね。いいですね、はい、だからまあ家族の成長とともに結構いろんな使い方をしてきた場所ですね、いいですね。なんかその空間は違うんですけども、視線がこうちゃんとあったりして、あのすごく家族の程よい距離感を感じます、建築家島田設計室島田隆さんのご自邸をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。島田さんはこちらのお家をあの設計されてから15年に、そうですね、はい、なるということで、まあ、実際に住まい手さんとしても住まわれて15年、そして建築家さんとしてのお仕事もあのちょうどこれで15年目になるということで、はいはい、実際に島田さんがこの家に暮らされて、さらにあの設計のお仕事をされていくという中で大事にされていることっていうのはどんなことなんでしょうか。はい、そうですね、設計し大事にしていることっていくつかあると思うんですけれども、はい、一つはまあ、自分も15年この家に住んでみてですね、あのやっぱり家族も変化するし、この家の外にある自然っていうのもいろいろ変化するんですね。でなんかその変化を楽しめてかつ受け入れるなんかおおらかな、器でありたいなんて、そんな感じで実感してます。そういう器を作っていく中でやっぱりその家族に合ったテーマっていうのを、まあ一つ二つ決めて、でとっておきの場所を作ってあげると。我が家でいうとそのこう角が開くオープンなスペース、そこでまあね日向ぼっこしたりっていうそういう時間なんですけれども、なんかそういう家作りを目指してます。はい、ありがとうございます、はい、本当にあの相葉建設でも島田さんとの家づくりということでもう何件もあの一緒にやらせていただいてるんですけども、どの住まい手さんも島田さんと家づくりをもう本当に純粋に楽しまれていて、実際に出来上がるお家もすごく素敵なあの居心地のいい空間がいろんなところに散りばめられていて、本当にとても素敵なお家になっています。島田設計士さんのご自宅がもし気になるっていう方がいらっしゃいましたら、お問い合わせいただけたらご見学も可能ですので、ぜひあの概要欄の方にですね島田設計士の URL も掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。今後もですね、島田さんと相葉建設とであの建てさせていただいたお家を動画であったり見学会などの開催も予定しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。島田さん本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。